ゆうこです、うん、はい、ということでね、今回はね、珍しく料理企画でもね、してみようかなと思います。でね、具体的に何をしていくかっていうと、皆さんね、食劇の相馬っていう漫画はご存知でしょうか。まあアニメ化もされてもう第4部までね、まあ終わってるんですけど、まあその食劇の相馬、まああらすじ的にも簡単に言うと、まあその主人公がその料理の名門の学校に入って、でその料理を通して成長していくみたいな漫画なんですけど、まあその中に出てくる料理がね、本当に美味しそうなんですよ。その漫画を読んでるだけでお腹が空くんで、今回それ作っていこうと思います。でまあ今回ね、作っていく料理なんですけど、この食劇の相馬2巻に出てくるこちら、シャリアピンステーキ丼ですね。これがね、その作品の中に出てきたその料理の中で一番食べたいやつなんですよ。でまあ作り方もそんな難しくなさそうなんでね、まあ元からあるシャリアピンステーキの作り方と、この食劇の相馬で出てくる作り方とか、まあ作り方っていうか作る工程を、まあ、説明してもらってるだけなんですけど、まあ、それを合体させて、まあ、自分なりになるべく本物に近づけたシャリアピンステーキの作っていきたいと思います。レッツクッキング。はい、ということでね、作っていくんですけど、とりあえずね、今回のメインこちら、素晴らしいですね、牛肉サーロインステーキ。えっ、ピントが合わねえ。まあとりあえずいい肉です。でまずは玉ねぎをみじん切りにしていきます。みじん切りってどうやるの、こうやるの、こうやるの、つまみきー。玉ねぎ皮を剥いていきたいと思います。ということで剥いてきました。切り落としていこう。もう一個縦に割りだでくるですね、料理ってで、うん、これ猫の手でね、やらなダメでしょ。はい、ということで玉ねぎをみじん切りにしましたので、次はこちら、お肉をやっていきましょう。これに切れ込みを網状に入れていきたいと思います。無駄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 。切り込み状に入れましたので、今度はこの肉を叩いていきたいと思います。ある程度お肉も叩き終わりましたので、続きまして、塩コショウをかけて玉ねぎで包みます。でそれではね、包み終わったんで、30分間待っていきたいと思います。キングクリムゾン。はい、ということで、まあ、30分ふとき飛ばしをしたんですけど、まあ、その間にソースも作りました。バターを敷いてお肉を焼くということで、まずはこの玉ねぎをね、もう一度ボウルに戻します。 WX 最高のパートナーで会う時。はい、ということで、まあ玉ねぎをね、全部取ったんで、まあ、ちょっと取れてないですけど、焼いていきたいと思います。バターを溶かしていきます。もうちょっといるかな。ここはもう勘ですね。そしたら肉を焼いていきます。いきます。どう、まあ、いい感じに焼いていきましょう。さらっとね、さらっと焼いていきます。だけ焼いていきます。まあこんなもんかな。そしたらこの肉を焼いた肉を一回どけて、その焼いた肉汁で玉ねぎを炒めていきます。玉ねぎを炒めていきます。でこの玉ねぎが茶色になるまで炒めていきます。でそれじゃあ、ある程度ね、紫色になってきた、あ、紫色で、紫色ドクドクしすぎるけど、あの茶色、飴色になってきたので、今度は肉と一緒に焼いていきたいと思います。肉ドーン。こうやって玉ねぎでまた覆っていくのかな。かけていきます。そしてかけて、今少しずつ焼いていくと、こうすることで味が染み込むらしいですよ。よし、じゃあ最後にまたこれタレかけて、よし、これでまた裏返して終わりにしますか。焼いてね、これを切ってお皿に盛り付けていこうと思います。充電がね、カメラの充電が切れてしまったので、
スマホでの撮影になります。それではこれを切っていきます。はい、ということで切り終わりましたんでご飯に乗せていきましょう。さあ、ということでできました。美味しそうですね。実食いただきます。お肉とね、この玉ねぎを一口でいただきます。米もやわらかっ。まずタレにね、小麦粉を入れたおかげでもうとろみがねすごくて本当にうまいです。でそれでもご飯にもねそのタレが合ってて、でしかもお肉がすっごい柔らかい。でこの玉ねぎとの相性もねマジ最高です。これはうまいね。これはやばいです。マジでやばいです。マジで革命起きましたね。今僕の中でこんなうまいものが、自分にびっくりしてます。マジでうめえ。これいただきます。このねステーキ丼にはこれだよね。僕ね今矯正しててめっちゃ今歯痛い時期なんですけど、それでもこれ普通に噛めます。マジで柔らかいです。お肉が溶ける、箸が止まらないです。ね、シャリアピンステーキ丼、いただきます。ひどい弟ですね。もうちょっとね足の感想あってもいいんですけども、まあ寝起きなんて仕方ないです。はい、ということでね、完全に完食いたしました。マジでうまかったです。ぜひ皆さんも作ってみてください。あの、自分で料理作った達成感と満腹感がもうすごいですね。この人類の中で一番幸せですよ。ぜひ皆さんも作ってみてください。ということでまた次回会いましょう。バイ。